日差しも暖かく、思わず伸びや深呼吸をしたくなってしまうような気持ちのいい朝。先生、おはようございます。僕は自分の仕事場である宇津木探偵事務所の扉を開けた。いや、おはよう。今朝はいい天気ですね。あ、そうだ、せっかくなので掃除でもしましょうか。先生からいいねという反応をもらい、窓を開けたその時。はい、宇津木探偵事務所です。はい、はい、わかりました。今から向かいます。先生、何かあったんですか？鎌さんから応援の依頼が入ったんだ。ちょうどいい、君も一緒に行こう。鎌田警部から？わかりました。僕たちが到着した現場は、幸福市にある人気のない排水門。宇津木探偵事務所の方ですね。ご苦労様です。お疲れ様です。何があったんですか？ここで遺体が見つかったんだ。今朝、匿名の通報があったんだよ。先生はどこだ？先生は向こうで警察の人と話している。今は僕だけで話を聞いておこう。男子中学生の遺体だったんだ。子供が被害に遭う事件はやりきれんよ。とにかく話を聞こう。着ていた制服から地元の中学生だと見ているんだが、身元は現在照会中だよ。考察による窒息死だ。夕べの9時頃だと考えられているんだ。気づいたことね。とにかく話を。気づいたこと。先生は他の警官と話している。詳細が分かるにはもう少し時間がかかるよ。とにかく話を。紐状のもので首を絞められたようで、被害者について話せるのはこれくらいかな。あの
なんですか？実は発見された時、被害者は異様な様子だったんだよ。異様な様子？最初に見た時は正直ギョッとしたよ。あんなお客さんを見たのは初めてだからな。君もあの被害者を見たらきっと驚くよ。なんだい？自転車までも捨てられている。佐々木と書いてある。元の不法投棄されたゴミだ。まだまだ使えそうなものまで捨てられている。うっそうとした木々の奥には何があるんだろう。一般人に被害者を見せるのは不適切だとか世間がうるさいからだね。でもまあ君ならいいんじゃないかな。今回が初めてってわけでもないし。今回はちょっと見るだけにしておいてくれよ。そこを離れなさい。ヤジウマを止めもしないで。どうなってるのこの現場は。あ、久世刑事、お疲れ様です。実はこの少年は。待って、そっちで話しましょう。で、誰なのあなた。探偵？その探偵が一体何の用なの？こっちが聞いてるの。質問に答えなさい。聞いてるの？質問に答えてくれる？今はこちらの質問に答えなさい。聞いてるの？質問に答えてくれる？久世君、ご苦労様。彼はわしが呼んだんじゃ。ああ、それから。こちらは私立探偵の宇津木さんじゃ。彼は宇津木さんの助手なんじゃよ。宇津木さんとは古い付き合いでな、ちょっと思うところがあって来てもらっ
ったのじゃが。はじめまして、宇津木です。お仕事の邪魔をして申し訳ありません。どうも、久世です。失礼ですが、どこかでお目にかかりませんでしたか？いえ、私立探偵に知り合いはおりません。鎌田警部、私は現場に戻ります。失礼します。驚いたじゃろ。久世君は優秀なのじゃが、少し真面目すぎるというか、申し訳ない、気を悪くせんでくれ。神、あんた今何時だと思ってるのよ。ありゃりゃ、また始まったか。あれじゃ。すみません先輩、昨日ちょっと用事で遅くなって。言い訳はいいの。どうせまた飲みすぎたとかなんでしょ。だいたいあんたはいつも。勘弁してくださいよ先輩。いや、いつものことなんじゃ、気にせんで。すまんが、それは無理な話じゃ。その通りじゃ。だから宇津木さんに来てもらったんじゃよ。どんな様子か気になるじゃろ。君にも見せてやりたいところなのんじゃが、あの仏さんはついさっき移送されて、ここにはもうないのじゃよ。もっとも君が調べるのは久世君が許さんじゃろうな。常識的に考えれば彼女が正しいわの。でもまあこれくらいは構わんじゃろう。これが発見された時の仏さんの姿なんじゃ。とりあえず我々は引き上げよう。こちらから声をかけといて、君は。いいえ、ではまた後ほど。悲しいな。でももう泣かなくていいんだ。君に永遠の笑顔をあげるから。
あの被害者の様子、驚いただろ。被害者は佐々木英介、15歳の男子、地元の公立中学の3年生だ。死因は首を絞められたことによる窒息死。警察は他殺とみているよ。被害者には目立った外傷などはなかったようだ。顔見知りの犯行か、あるいは不意をつかれたか。あくまで現時点での推測だがね。しかし何より気になるのが、死亡した彼のあの姿だ。ああ、実は彼が発見された時のあの姿が18年前に起きたある事件の被害者とそっくりなんだよ。ああそうだ、今またあんな被害者の姿を見るとは思わなかったな。18年前、幸福市で連続少女殺人事件が起きたんだ。18年前の事件について聞かないのかい？年齢はまちまちだが、3人の被害者は全て10代の女の子。いずれも素手によって殺害された。つまり、虐殺だったということだね。しかもその全員が、笑顔が描かれた紙袋をかぶった姿で発見されたんだ。少女たちは同じ年頃だというだけで、特につながりのようなものはなかったようだ。そしてその事件は未解決なんだ。犯人はまだ捕まっていないんだよ。同一人物による犯行の可能性は否定できないと思うよ。18年前の被害者たちは全て ここまでの情報の中で、被害者について何か思うところはないのかい？そう、今回の被害者は
佐々木英介という男の子だ。確かにそこは相違点だね。もっとも当時の事件の被害者が女の子ばかりだった理由は不明のままだ。たまたまだったのかもしれない。今わかっているのはここまでだ。長い時を隔てた2つの事件がどこかでつながるのかもしれないね。重要なことはちゃんと手帳にメモしたかな？使い方はもちろんわかっているね。メモを重視することは探偵の基本だ。早速開いてみてはどうだい？あゆみちゃんが来たみたいだぞ。お疲れ様です。何の話をしていたんですか？それってまるでエミオの話じゃないですか？エミオ？微笑みの笑みに男って書いて、笑みを。都市伝説の一つなの。笑顔が描かれた紙袋をかぶった男が、悲しい女の子の前に現れるっていう都市伝説よ。そうなの。エミオは笑顔が描かれた紙袋をかぶって泣いている女の子の前に現れ、こう言うの。そして女の子は殺されて、エミオと同じ紙袋をかぶせられたまま、その場に置き去りにされる。というのが、最も一般的な話なの。まるで、エミオの話みたい。
出会った時に笑えばエミオはそのまま立ち去るという話もあったり、エミオの素顔を見たら殺されるとか。でも泣いている女の子の前にある。都市伝説か。荒唐無稽なものがほとんどだが、実際に起きた事件が背景にあるものも少なくない。今回の事件はその後者だと考えるべきなのかもしれないね。かなり複雑な背景がありそうだな、今回の事件には。全員で手分けして取り組んでいこう。というところで、これを二人に渡しておくよ。携帯電話。これで連絡が取りやすくなるだろう。さあ、受け取ってくれ。ほら、早く受け取りましょうよ。ありがとうございます。お借りし。さて、僕は確かめたいことがあるから出かけてくるよ。いってらっしゃい先生。その前に今日分かったことを整理して推理するのがいいんじゃないかしら。もう目の前にいるのに早速かけてみたの？私も電話を持ち歩けるなんてとても便利よね。でも必要な時にだけ使うようにしましょうね。すぐ充電が切れちゃうらしいから。調査の基本よ。ええ、そうね。エミオは都市伝説よ。今回の被害者は男の子なの？でも無関係とは思えないわね。佐々木くんは同じような紙袋をかぶせられていたんだもの。他に何か気になることはなかったの？
先生は何とおっしゃってるの？そうなのね。私は佐々木くんの最近の様子とかを調べてみることにするわ。それでいいよね。うん、私も出かけるわ。私たちって探偵としてまだまだだけど、二人で力を合わせて頑張ろうね。また後でね。こんにちは。何？鎌田警部ですか？ちょっと待って。あな、どこで会ったんだっけ？どこで会ったんだっけ？え？ああ、あなたは確か。なんていう名前だったかしら。そうだったわね。そうなの。少し前にこっちに来たのよ。鎌田警部から誰か訪ねてくるかもしれないと聞いていたけど、今担当の刑事を呼びますね。お待たせ。へえ、君が探偵だって？鎌田警部は打ち合わせ中だから、この僕が君の相手を任されたってわけ。は
はじめまして、神原大輔っす。あ、神原の神は上じゃなくて神がかってるとかの神ね。今朝の事件の詳細が聞きたいんだよね。オッケーオッケー、何だって喋っちゃうから何でも聞いてよ。あの被害者なんだけど、実はさ、神原刑事。そうですよね、こんなところでなんてね。貴重なアドバイスあざした。探偵君、ささ奥の部屋へどうぞどうぞ。どうぞ。さっさ、冷めないうちにどうぞどうぞ。せっかくお姉さんが入れてくれたんだからさ。どう、うまい？あのお姉さんが入れてくれたお茶は。いいなあ、僕も後でお願いしよっと。楽しみだな。そりゃそうだ、お茶を飲みに来たわけじゃないもんね。さて、何から聞きたい？被害者の名前や年齢はもう知ってるかな？お、素晴らしい情報収集能力。そう。佐々木英介はどうも夜遅くに自転車で現場まで移動したみたいなんだよ。そう、不法投棄のゴミに混ざってた自転車がそれ。気づいてたんだね、さすが。刑事の俺より優秀じゃん。で、さすがにそれはないか。昨日の午後9時頃だね。あのポンプ場付近は街灯も少ないから夜になると真っ暗になるんだ。一体なぜ被害者があの場所を訪れたのかはまだ捜査中で分かってないんだけど、遺体発見現場は国道沿いにあるポンプ場のすぐ脇だよ。昼、今日の明け方、現場をたまたま通りかかった人が通報してくれたんだ。被害者があんな時間にあんな場所へ行った理由はまだ不明だけど、現場横の国道を車で通りかかった人が何かを見かけたという可能性はなきにしもあらずかな。
さ。普通そんな時間そんな場所に、しかも男子中学生が行くとは思えないよね。なんであんなところへ行ったんだろう。国道沿いにあるポンプ場のすぐ脇だよ。昨日の午後9時頃だね。何をしにあそこへ行ったんだろうね。そんなに見つめられたら恥ずかしいじゃないって。被害者の佐々木英介は発見された時、頭にそう、奇妙な状況だよね。しかもその紙袋、どうやら結構古いものみたいでさ。科捜研で詳しく調べてるところだよ。鑑定結果が出るまではちょっと時間がかかりそうかな。ちなみに今回の被害者が発見された状況って、過去に起きたある事件に似てるんだよね。その通り。いやー、何でも知ってるんだね、探偵くん。その事件でも遺体の頭に笑顔が描かれた紙袋がかぶせられていたって話もあるし、だからそっち関係も含めて多方面から捜査していくことになりそうだよ。18年前の事件の被害者は全員女の子だった。だから、でも今回の事件の被害者は男子中学生なんだよね。ねえ、探偵くん。18年前の事件の被害者たちと今回の事件の被害者にはもう一…なんだかわかる？さて、君の…大正解！お見事！その通りだよ、探偵くん。紐状のもので首を絞められたようだね。首を絞められて殺害されたってのは同じだけど、凶器の有無に違いがあるんだよね。18年前の事件も含め多方面から捜査していくことになりそうだよ。18年前か。探偵君は当時のことを覚えてる？そっかそっか、やっぱ見た目通り若いんだね。それで探偵やってるなんて大したもんだよ。僕も探偵になればよかったかな。なんかこう、かっこいいよね。おっかない先輩に怒られることもないし。あ、そうだ、探偵くんのところで雇ってもらえないかな。僕、刑事より探偵の方が向いてるかも。
僕は当時小学生だったけど、よく覚えてるよ。被害者はみんな未成年っていう事件だったからさ。僕らがっていうより、学校や保護者が大騒ぎしてたっけな。集団登校に集団下校、近所の大人たちも付き添ったり見守ったり、その様子はさながら大名行列な。イメージね、イメージ。僕も教科書でしか知らないし、大名行列。下校時はみんなで体育館に集まってちゃんと揃ってるかチェックするんだけど、たまーに足りない時があって、そん時はもう大慌て。もちろん僕は、先生、神原くんがいませんって言われて超探し回られてたタイプね。学校まで子供を迎えに来る保護者もいたし、今改めて思うとすごく守られてたな。あの時はすみませんでした、先生方。とまあそんなこんなで子供は日が暮れる前にみんないなくなっちゃうからさ、犯人も商売上がったりだよね。あ、商売は変か。18年前の事件も含め多方面から捜査していくことになりそうだよ。ただね、当時の被害者たちが奇妙な袋をかぶせられた状態で見つかったなんていうのは僕は全然覚えてなくってさ。18年も前のことだから僕が忘れてるだけかもしれないけど、でもさすがにそんなショッキングなこと忘れるわけないと思うんだよな。紙袋のことは覚えてないな。紙袋のことは知らないな。どんな都市伝説なの？うん？今回の事件や18年前の事件に妙に近い内容だ。何か関係があるのかな？ただの偶然にしては、出来すぎているような。僕、今、結構鋭いことを言ったよね。そうでしょ、そうでしょ。なんて冗談はさておき、気になる話だね。メモっとこ。情報提供、ありがとうね。Thank you.
子伝説エミオは今回の事件と18年前の事件によく似た話。都市伝説ね。重要なことに気づいてしまったんだけど。探偵君、あの父兄さんと仲良しなんだね。いいな。本当に素敵だよね。彼女の存在ってある種の都市伝説だよね。彼女がここに転勤してきてくれてよかったってつくづく僕は思ってるんだよ。運命の出会いって感じだよね。さすがは神原、ほんとついてる。マジで神がかってるよな俺って。神先輩、お疲れ様です。お疲れ様ですじゃないでしょ。あんた何くだらないことくっちゃべってんのよ。真面目に仕事しなさい。仕事違うんです。この子がうちの父兄さんが素敵だなぁなんて言うもんだから、若いっていいなぁみたいな。そんじゃ自分は失礼します。あとよろしく。たくも今朝はごめんなさい。ああ、まだ名乗ってなかったわね。捜査一課の久世純子です。あなたのことうちが呼んだって知らなかったから申し訳ない。ただし私の仕事の邪魔だけはしないでちょうだい。ごめんなさい、仕事があるから失礼するわ。まず一杯だけでいいんで。お茶なら自分で入れてください。そんな。はあ、僕もお姉さんが入れてくれた熱々のお茶飲みたいな。そうすればこれからの捜査も全力で頑張れそうなのにな。うわ、探偵君。もう帰るの？じゃあまたね。
見てたのね、今の。じゃあ、向こうで話しましょう。上原刑事からちゃんと話は聞けた？ごめんなさい、打ち合わせが長引いちゃってるみたいなの。いろんな刑事を見てきたけど、あの人は特別ね。あなたはああいう大人になっちゃダメよ。あなた少し大人っぽく。気をつけて帰るのよ。おかえり。おかえりなさい。君、今日の調査はどうだった？そうか、お疲れ様。あゆみちゃん、君は？私は佐々木くんのお家に行って話を聞いてきました。佐々木家はごく普通の家庭環境だと感じられました。すごく辛い最中なのに、真実を知りたいからといってご家族には協力してもらいました。佐々木くんやご家族にトラブルなどはなかったようです。ただ夕べ遅くに帰ってきた佐々木くんはそのまま部屋に閉じこもって出てこなかったようです。今までそんなことなかったみたいで、ご家族も戸惑っていたそうです。呼びかけても返事がないので様子を見ることにしたようなんですが、8時ごろお母さんが玄関付近で物音に気づき見てみると、受話器を持った学校の制服を着たままの佐々木くんがいたそうなんです。すると佐々木くんは驚いたような顔で受話器を置くと、また自室に閉じこもってしまったということなんです。様子を見る限りそうみたいよね。間もなくして佐々木くんは出かけたみたいね。今日分かったことはここまでです。引き続き調査を進めていきます。僕は18年前の事件の報じられ方を確認してきたんだ。実は当時、例の紙袋のことを警察は公開していなかったんだ。うん、心当たりはあるにはあるが、それについては鎌さんから聞いた方が確実だろう。当時警察が事件の詳細を公開しなかったのならば、連続少女殺人事件が都市伝説エミオのモデルだと単純に結びつけるのには少々無理がありそうだね。その通りだ。今回の事件を解く鍵はこの都市伝説にあると僕は考えている。ああ、エミオのことは僕に任せてくれ。
実に興味深い話だからね。さあ、二人とも、今日分かったことをもとに君たちの推理を聞かせてくれないか。わかりました。始めましょう。そうね。その通りだ。ひどい事件よね。これまでに集めた情報から何か気づいたことはある？しょうがないわよ。まだ調査を始めたばかりだもの。今日の調査で分かったことはそれぐらいだね。情報の整理きちんとしていかなくちゃ。期待しているよ、二人とも。では明日も手分けして調査を進めよう。私は佐々木くんが通っていた中学校へ情報収集に行ってみます。頼んだよ。